いただきます。幸せです。みーたんチャンネル。みなさんこんにちは、みーたんです。今日も一日お疲れ様です。この動画撮ってるのゴールデンウィークの初日なんですけど、今日は私はお仕事があって渋谷に出勤していたので、お疲れ様ということで、じゃーん、宅配ピザを頼んできたっていうか買ってきました。お店に取りに行ったら2枚目半額ってやつあるじゃないですか。あれをやってきました。取りに行ってくれたのは弟なんですけど、なので今日は宅配ピザをお疲れ様会ということで食べたいと思います。早速開けるよ。 M サイズ2枚を買ってきました。中身は開けます。よいしょ。うん、あ、いい匂い。見てください。これはなんだっけ。ちょっと忘れちゃいましたけど、この4種類の味があるやつ、クォーターです。こっちは、イエーイ。あ、めっちゃいいです。これもクォーターで、トマトソースベース。で、これ私が全部食べるわけじゃなくて、弟と半分こするんですけど、もちろん2人でクォーター2枚頼んだら1人で全部違う種類食べれるじゃんってなって、クォーターを頼んできました。今からいただきますして食べたいと思います。家で宅配ピザ食べるの初めてかもしれない。多分弟と2人暮らし初めてです。それではいただきます。何から食べようかな。こういうのって迷っちゃいますよね。何から食べよう。ピザ2種類頼んだんですけど、耳がね、カリカリの方ともちもちの方、もちもちの方から食べたいと思います。なんだろう、これにしよう。今日、あ、チーズがいっちゃった。よいしょ。はい、これ食べます。いただきます。うん、おいしい。マヨネーズとチーズの味がする。あとベーコンとトマトが入ってます。うん、おいしい。うん、おいしいですよ。おいしいしか言ってないね。ピザ私大好きなんですけど、お家で食べること少ないじゃないですか。自分でも作ったことないし、食べるときはいつも外食してるときだったんですけど、今ね外食なかなかできなくなって、ピザも食べる機会減っちゃってたので、すごい嬉しい。幸せです。うん、なんと私ピザの耳が一番大好きなんですよ。いろんなお店屋さん行ってもどこの耳が美味しいかみたいな、耳基準で結構お店を見るんですけど、それぐらい耳が大好きで最高。だから変な食べ方する時とかは耳の部分だけ切り取って最後に食べるみたいなっていうのもやったりします。うん、美味しかった。1枚目。ピザのお供はやっぱりコーラってとこなんですけど、コーラちょっとお家になくて野菜足りてないかなと思って、今日は野菜ジュース飲みます。うん、私がモーニングルーティーンの時に飲んでたトマトジュース、リコピンリッチのちょっといいやつだったんですけど、今日飲んでる野菜ジュースはその野菜ジュース版、リコピンもたくさん入ってる。見てみて、ちょっと見てないんで、どっちにしようかな。こちらね、次はこっち食べたいと思います。生地がカリカリの方、どれにしようかな。これかな。確かね、マルゲリータが入ってるところがあるんですけど、これっぽい。これ食べます。うん、うん、生地が全然違う。味もだけどカリカリしてます。あとピスタチオが入ってて甘くて美味しい。うん、どうだ、バジル出てきました。皆さんは今日の夜ご飯何ですか？何食べてるか、よかったら教えてください。カリカリ
耳と耳じゃない境目があんまりなかったから勢いで耳食べてっちゃいました。こっちの耳は外側までこんがりチーズがついててサクサクしててこれも美味しい。美味しい。それは飲み物と乾杯とかしなかったですね。乾杯しましょう。じゃあ、ポインさん、グラスを手に持ってください。今日も一日お疲れ様です。乾杯。イエーイ。乾杯。今日も一日頑張ったね。よく頑張りました。明日からも一日頑張りましょうね。ということで、またピザ食べまーす。次どっちにしようかな。てかさ、M サイズ2人で2枚絶対無理じゃんって話してたんですけど、どんどん意外と食べれちゃいそうですね。うん、食べます。じゃあ次はこっちがベーコンとコーンとポテトかな。おいしい。玉ねぎが効いてる感じがします。ひゃくひゃくとおいしい。どっちの方がいいかな。生地がサクサクなるとふわふわなの、どっちがいいかな。まあ好みの問題ですけど、私はやっぱり耳を食べたって感じの方が好きだから、こっちの方が好きかも。うん、今ね、ピザがちょっと冷めちゃってたので、地道に2、3枚ずつトースターに入れて温めてきたので、ちょっと温かさが復活しました。じゃーん、引き続き食べたいと思います。もうホクホク、熱い熱い、これを食べます。ピザ、何が一番好きですか？私は一番辛い、悩むな。ご飯屋さんでピザを頼むときは、やっぱり王道のマルゲリータと、あとチーズも大好きなのでクアトロフォルマッチも結構頼むことが多いです。蜂蜜があんまり好きじゃなくて、だからチーズもピザも蜂蜜はかけないで食べます。ついにピザが1枚になりました。ラスト1枚食べたいと思います。半分は弟にあげてきました。最高、いただきます。今日も1日頑張ってよかったなと思える瞬間だね、これは。ロストは耳だ。耳。このピザが終わっちゃう瞬間が切なくて、そしてこの大好きな耳がなくなっちゃうのも切なくて、いつもなんかこういう最後の一口、食べちゃうのかっていう思いでいっぱいになっちゃう、今もなってます。これ食べたら私の宅配ピザ我が家デビューが終わってしまうのか。食べます。ごちそうさまでした。美味しかった。ピザ終わっちゃった、悲しい。やっぱりお仕事終わり、お疲れ様には宅配ピザが、宅配ピザに限りますね。お腹いっぱい結構食べましたね。お腹にも溜まって、もう幸せな気持ちで今日からゴールデンウィークに入ります。今日はただただ私が宅配ピザを美味しく食べる動画になってしまったんですけど、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。
また次の動画も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。では今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもお待ちしてます。こちらからよろしくお願いします。では今日はこのあたりでお別れしましょう。バイバイ、またね。おやすみなさい。